こんにちは、アイです。今日は頭の中もアップデートというお話です。私は物を片付けることについてよくお話をしてるんですが、部屋の中の物を片付けるっていうのはとても重要なんですが、最近思うのは頭の中の物も片付けることがとても重要だなと思います。で、これはどういうことかっていうと、頭の中っていうのは生まれた時からずっといろんなことを、初めは親だったり、学校に入ってからは先生や友人で、社会に出てからは周りの人といった感じで、いろんな情報が頭の中に入ってきて、その中で自分が、あ、そうなんだと思ったことが頭の中に入っていたり、これは常識だよとか、こういうものなんだっていうようなものもいろいろ頭の中に入ってきたりということで、本当にたくさんのものが頭の中に入っていると思います。ただこの頭の中に入っているものなんですが、時代に合わせてどんどん入れ替えをしていく必要があると思っています。例えば昔の常識っていうのが、時代が変化していくにつれて常識がもう今の時代に合わなかったり、これだと思っていた価値観もどんどん自分が変わっていくにつれて、その価値観がなんかちょっと今の自分にしっくりこなかったりっていうことがあると思います。で、そういったものは昔の価値観で今のこの新しい時代を生きようとすると、どうしてもなんかこう無理が生じてくるので、それをうまくやっていくためには、自分の頭の中にある古い価値観を新しいものにアップデートする必要があると思っています。例えばスマホとかiPhone とか、定期的にアップデートのソフトウェアアップデートっていうふうにお知らせが来て、でこのままだとちょっとバグが生じるからアップデートお願いしますみたいなメッセージが出てくると思うんですが、このアップデートすることで今生じてたバグが解消されて、うまくスマホが作動するようになったりします。これと同じことを私たちは自分の頭の中もやる必要があるんじゃないかなと思います。なんか古い価値観で今を生きようとすると、どうしてもこう無理が生じるように、今の時代に合った価値観だったり、今の新しい考え方っていうのを積極的に取り入れて、で古い価値観とかは、ああもうこれは時代に合わないんだなとか、もう今の自分には必要ないんだなっていうふうに手放していくってことが重要なんじゃないかなと思います。なんかことわざっていうか、おいては子に従えみたいなことわざがあったと思うんですが、これも昔のままの価値観だとうまく対応できない時も、子供ぐらいの新しい価値観、子供世代の新しい価値観でやった方がうまくいくんだよみたいな、そういう話なのかななんて思ったりします。でこう片付けっていうと、なんか部屋の中を片付けるっていうことを普通は考えると思うんですが、もちろん部屋の中を片付けて目から入ってくる情報をきれいにして、で自分が心地いい状態にするってこともとても重要なんですが、外から入ってくるいろんな人の考え方だったり、古い価値観、
昔の常識、こういったものももう新しい価値観や新しい考え方が入ってきた時に一瞬のもうタイミングと全部もう手放していって、いつも最新の状態、最新の OS 状態っていうのを維持していくのがいいんじゃないかなと思っています。今は本当に毎日新しい技術の話だったり、新しいことや昨日と違った情報が入ってきていると、本当情報の入れ替わりが激しいので、とにかく古いものは全部頭の中から追い出すぐらいの勢いでもいいんじゃないかなと思っています。ということで今日は頭の中もアップデートというお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。